それで、怒りたくない、怒りたくても怒れないって、あれだね、新聞見たら、あれだね、なんか悔しいね、あの石原真理子なんていうのが、あれだね、あの安全地帯、安全地帯、いや安全地帯って絵描いてあってね、玉置なんとかとね、石山里子熱愛中と、俺安全地帯でなんか変なことやってるのかなと思って、好き目なやつだなこの野郎と思ったら、そうってね、安全地帯ってあのバンドなんだよ、安全地帯なんかやってるの、好き目なやつだなこの変態にと思って、青勘野郎って怪しいなこの野郎と思ったんで、そうじゃないんだよ、安全地帯ってバンドなんだよ、ね、なんだその安全地帯って名前は、この誰がつけたんだしね、安全地帯何言ってんだこの野郎、思わずなんかステップしちゃいそうだね、安全地帯なんて言ったら、なんかバンドの脇に立ってそうだね、誰かが安全地帯って、やっぱりバンドさんもモテるのかね、石原真理子って結構綺麗でしょ、ね、眉毛太くて、眉毛太くてなんでよくわかんないけどね、俺玉置広さがそう、玉置って安全地帯の玉置、やだ名前出ないだろ、安全地帯で玉置じゃいけないって、それがね、石原真理子で、石原真理子がインタビューしてね、奥さんの話になるとね、後ろ向いて、申し訳ないって、後ろ向いたって、後ろ向いたっていいじゃないか、神さんなんか初めて分かって、ね、で、必ず出るよ、安全地帯の玉置の奥さんはね、二人でね、あのジュース、牛乳を飲み合ってね、いや黒時代を支えた女から、ね、出るんだ、必ず黒時代支えやがったら、あれ、黒時代支えてんじゃねえ、てめえが引っ張ってんだから、神さんは。あ、黒時代、神さんいなきゃいいんだよ、よっぽど。よっぽど苦労しないんだよ。うん、女のとこ渡り歩いてるんだから、神さんがいるために苦労しちゃうんだよな、あれ苦労時代、苦労時代支えてたんじゃないんだ、邪魔してたんだよな、苦労時代を邪魔した女、うん、ダメなんだ芸人がね、売れてくるとね、すぐ昔に神さんに世話になったって言うんで、とんでもないんだよ、神さんがいるから貧乏してたんだよあれね、女性者からと女の味方するからね、うん、あれ本当は神さんさえいなきゃこんなに楽な商売ないんだ、本当に売れなくたって売れたって、ね、1日500円で食えるもんどこへ泊まったって居候しれば、居候失敗失敗しちゃえばいいんだよ、ただでしょ部屋代なんか、うん、でも神さんがいるから部屋を借りなきゃいけない、神さんはいるね、妊娠の心配しなきゃいけないね、子供はあれだろ、できちゃったら大変だとか腹蹴ったりなんかしなきゃいけない、あいたよ階段わざと登らしたりなんかして、うん、いい子産むように500ほど前に振ってるし、階段から蹴落としたって熱いものと冷たいものを交互に飲ましたりなんかして、どうにかくだらないかっていろんなことを考えて、そういうことをして神さんと一緒に住んでたんだ昔は、それがあれだよ、子供なんかにしちゃったね、うん、それで子供なんか生まれる時にどうにか、あの出産の時に一緒に死んでくんねえかっていろんなことを言ったりなんか、死なねえかな二人ともって思ってしたら、元気ですなんて言われてドキッとしたりなんか、ボイスと両方とも本当に両方ともですかなんて言って、本当にええー、なんて言って、みんなの冷たい視線でええー、よかったってしょうがねえから浮ついた言葉でよかったなーなんて焼けだけだなんて飲んじゃったり、うんうん、しょうがない、それでガキみたいなんかしてんな、ガラス窓でなんだよくわかんない、パパそっくりだって、油壺のサファリパーク見てなんだよくわかんない、回遊してるみたいなところでうーかわいい、おろおろなんてよくあんなもん買うくらい肉の塊だもん、あのガキなんか、ただ動いてるだけだ、こうやってウーパルーパーみたいなのこうやって動いてんの、旦那さんに言ってまあかわいい、買うくれんなガキなんか、ね、それにしょうがない、男はやって嘘ばっかりって、うん、それで親も言うて、孫の、あの早く孫を抱きたいって嘘をつけて孫を抱きたい、私も孫を見てから死にたいなんて言ってやってね、死にやしねえんだ孫を産んでも、俺もう4年も孫を見てんだぞ、4年も死ね、早く孫何十人も見た孫を見て死にたいなんて言ってやって死にやしねえんだよ、で孫を見て死にたいなって言ってたんだよ、子供ができない時は、うん、したら孫ができたらね、この子が大人になるまで頑張るなんて昔やがってね、学校入る前とか、うん、どうにかしたいなって言って、うん、そのうち孫よりね、あれ遅くしろと思ってんだ、あの辺はあんましたね、孫が見てるんです、うん、たくね芸能人を支えたとか言ってやってね、うん、今やった間よ、あの、うん、ニュースがねえもんだからね、この間赤信号の渡辺のとこにね、うんうんうん、あのなんで婚約者が3日になって、うん、で渡辺なんかも久々のレポーターだって初めて来たんだから、え赤信号なんて出たことないんだから、週刊誌なんかそれ喜んじゃって、ラジオとか来てテレビ局が来たんで、うわー明日の新聞楽しみだったら産業か出てきた産業、うん、誰か、その横に俺が風邪ひくって出てたって、俺の記事が大きかったって、竹さんの風邪の方が大きかったですよ赤信号の渡辺の婚約者産業ぐらいか出てなかった、がっくりして、そういうことするんじゃない、書いてやなさい、書いていっぱい書いて、欲しいやつに書かなくて、書かなくていいやつに書いてない、しょうがねえ、鶴太郎は狙われてるしね、大変なんだ、鶴太郎の愛人が3日いそうだって言って、ね、うん、で、あの福ちゃんはね、くれぐれもオーナイトで言わないようにって言う、あいや私がガードに回るから、鶴ちゃん、私が抑えに回るって言ってたけど、抑え効かないんだよ、抑えなんか効くもんかい、
する太郎の愛人なんかじゃんじゃん書かれてしまえんなもん。なんか言わないよ。もうじゃないけどくれぐれも言わないようにやっていいかげんなことばっかりやってね。で鶴太郎とかあの番組でもこの間ラジオあの日本放送ちょっと興味あって聞いたらね、極楽ワイド、極楽ワイドだな、その中にさんまがね、さんまがなんか美女対談やってんだよ、でわざとらしいんだよ、1週間ゲスト呼んでやがってね、1週間、で忙しいやつなんで、で今日は何屋さんに来てもらいました、今日もだって毎日来るかになったたった5分のインタビュー受けに、えこの忙しいのに1週間ね全力で日本放送来るわけね。それで渡った時、今日も何々さん来てた、今日はまた今週は何々さんをゲストにしておりますなんてやったけどね、一週間まとめとったの決まってんじゃんよね。それも5分ずつでやってやって、あんなことばっかりやってんだ。それでね、一番くだらないのあったよ。どうだっけな、俺は自分で書いて笑ってたのね、あれだよ、あの筑波の万博にね、あの筑波の万博の放送局にあってね、ミス選ぶってミスの名前がね、ミスキラッとだった。ミスキラッと光るから電波で感覚科学の電波感のね女ね、ミスキラッと明治時代でミスキラッとでしょうがないだね、そんなもん滑らずとかあんねえじゃねえか、そのまんまなんだ、とにかく誰が決めるんだか知らないけどね、ミスキラッと静岡の奥様1時25分ですっていうの番組やったことある、そのままなんだ。奥様1時25分ちょっと1時25分から始まるからって散々1ヶ月以上悩みがあって、奥様1時25分そんなことやっちゃってんの。そのままでね、さんまがね最近ね、あのあれ、あの高倉健さんの真似ばっかりしてる、って来ちゃって、でね、健さんの真似してね、あの夜ね義太夫のとこ電話かかっちゃった。はいって言ったらね、はい義太夫ですけどって言ったらね、高倉ですって高倉です。今新宿にいるんだけどね、あの義太夫飲みに来ないかってね。ったら、あ、さんまさんでしょって言ったら、あ、どうして怒ったんだって言ったら、当たり前だ、高倉健さんが新宿して飲む相手探さないって言って、なんで義太夫に電話するんだって。義太夫君。まして新宿なんか来ないって言って、あの人は、盛り場なんか行かない人なんだ。まして、あ、飲むあてもなく新宿歩いてないか、あの人は。どうせ飲むんなら とりあえず人は連れてきてるって言うんだ、新宿は出てきて改めて人なんか探さないって、どうせボラトンだって。じゃあCMです。というわけで、そんなこと言うんだったらコーナー、なんだそんなこと言うんだ、そんなこと言うんだったら、で今あのそんなこと言うんだったらで、あの暴力団じゃないけども、あのオーストラリアの、あのマフィアの親分、あのほら、日本から、日本のヤクザがいたって言うんだよね、日本のヤクザがいて、ゲームの機械持ってって、オーストラリアシドニーのあそこであの商売しようと思ったら、向こうのマフィアの親分が出てきて、てめえ日本から何しに来やったのやったら、日本人がこう、なんかピストル抜いたらしいんだ、向こうで、したら、そんなもん怖くないもんね、ピストルなんか、こっちはな、あのマシンガンだと思って、マシンガンで撃っちゃうと思ったら、ね、したら、日本のやつが、何言ってんのこの野郎、俺、手榴弾だけど、バカ野郎、てめえなんかダイナマイトで飛ばすぞって言ったら、ちくしょうこの野郎って日本帰っててめえ、この野郎、100人ぐらい連れてな、またシドニー来るぞって、バカ野郎、日本なんかミサイルって言ったら、向こうのマフィアはお金って日本帰ってみろこの野郎、こっちからミサイル撃ち込んでるてめえの国って言ったっていうのがすごい国だなと思って、マフィアは何でもあるだって
てめえ来る前にミサイル日本に撃ち込んだろうかって言ったってな。危ねえ国だな、あそこもだって。おっかねえな。いやー、向こうのマフィアは強いだって。日本にミサイル撃つって言ってますよ、だって。それ、あの、シドニー行ったらシドニーの人が言ってんだ。笑ったな、あれ。やばいね。言うことめちゃくちゃ。日本にミサイル撃ち込んだろうかって言ったっていうのが、とっとと帰っちゃったってな。お前の国にミサイル撃ったのかじゃ困っちゃうって。というわけで、そんなこと言うんだったらこうな。木村義雄、香川県。よく引退した相撲取りのパンチパンは似合わないというが、そんなこと言うんだったら、あの体つきに今さらどんな髪型が似合うんだろう。どんな髪型が似合うんだろうって言われて、あれオールバックかなんか、なんかな、ちゃんこ屋の親父だよな。あれだけど、あの引退の時にあの断髪式っていうのはあるけど、もう、ね、ほんのちょっとしか気がしてくんないじゃん。うん、あれほら、でか横綱クラスになると、ほら何百人っていう関係者が来るじゃん。だからみんな気使ってちょっとしか通らないじゃん。最後に親方が来てくれ、ぐそっとぐそっと引っ張っちゃって、やっと取れたね。そんなことするぐらいなら、初めからこうやっていっぱい来ちゃえばいいんだよね。だけどあれ、なんとかゲームみたいにしよう。あの、初めてがこう、バサッと来たら、20本ぐらいか残ってなかった。あと30人ぐらい残ってて、1本切るとやばい。あーっていきなり聞くない切ってほしいっていきなりみんながダウトってダウトって言われたりなんか、ああ負けちゃったなって、自分が座ったりなんかして、自分が座っちゃったりなんか、よくわかんねえなだって、ダウトなんての面白いね。お前切ってほしいだろうだってパチッて音だけしてってこうやって置いた行事のおじさんがダウトだって行事のおじさんがあーって見っかっちゃったなって。でも本当にね、あれでな、50本ぐらいか残ってなかったら困っちゃうね、毛がね、切れねえもん。あと見てさ、人数頭数数、あれ言われでしょ、あのいっぱいいますから少しずつやってくれ言われるよね、ちょっとなんてさ、あのハサミで間違って皮がなくなっちゃった、いや血が切れる間違えちゃってボケちゃってさ、ボケボケの国会議員かなんか講演会でヨロヨロ出て出てきちゃって、死ぬ前の田中六輔さんみたいな、ヨボヨボのわけわからんって、思わずちょんぼけじゃなくて首根っこつく首とか挟み当てちゃって、挟み当てちゃって血管かなんかギャーッてまずいだろうなと、まだ首の皮がつながってますからって、頭みんなで切っちゃってポトッと落っこちて断髪式で殺されるって、断髪式でいきなり首にハサミ当てがっちゃったら驚くだろうな、そりゃギャー、予防予防だったりなんかですね。中原、引力を発見したニュートンは偉い、そんなこと言うんだったら身をもって証明した沖前さやと中田ヤングがもっと偉いなんて、年を取っても人に頼るのは良くない、そんなこと言うんだったら山口良一や小西などわけのわからぬ連中に頼り切っている萩本健一の立場はどうなるんだろう、偉い萩本さんやめちゃって ね、でも一個残してあるね、 TBS だけ、だから TBS に残すんだろうな、あれ何だったんだろう、なんか瞬間金曜日に理由がないよ、あれ一本だけ残す、やめんならとっととやめてくれるやな、俺だって今頃8時台のなんか地獄の時間帯なんか受け合わないって言うんで、もっといい時間帯あるんじゃねえかな早く言うよ、言うよ早くな、あの人も汚い人だな、みんなの同行でみんな俺とかたまには違うとこ見にやるの決まってからここ開けちゃったなんて言うんじゃない、あるんだなそういうのが、フェイントかけちゃったんじゃないか、よくあるんだ、ダダッコであのみんないなくなってから初めて振ってるやつ、欲しいやつが全然待ってるのに振ってないんだよ、そういう時に、昔の蛇屋みたいなやつなんだ、うるさいやつがいなくなってからやっと蛇の芸やらせるんだよ、本当に犬も歩けば棒に当たる、そんなこと言うんだったら金属バット思いっきり当てられた一流信屋の両親はどう言われるんだろう、一寸先は闇、そんなこと言うんだったらトンネルだらけの太田プロの先はどうなんだろうか、トンネルだらけじゃない、何を言ってる、有料会社ですよ、うちの太田プロなんてな、何がトンネル、何を言ってる、ええ正直もんだもの、正直顔に出ちゃうもん、顔に出ちゃう、一発で出ちゃうもの、顔に出ちゃうもん、すごい、もうすごい、もう血の気が引いちゃうもの、あれ無理なことを無理やり押し付けようとして失敗した顔ってのはすごいなだって初めからバレると分かってるのにまだ押し付けるってその根性が可愛いじゃない
誰が見たって中古だってもの、中古じゃないふりをするっていう、あの強引さがたまんない。そんなに古いもんなのって、誰が見たって古いんだもの、うん、タイヤなんか俺チューブかと思ってた、ツルツルで。俺海水浴行くのかと思ったらタイヤ見た時に、お前はあんな帰って海に浮かぼうかと思ったね、あれは、うん、レース用のレインタイヤかと思って、えなんて言って大きな声で声が揃っちゃうのさ、3人とも何だ言う、読んで損しちゃったら何だよ、チキシュ声から声からいっちゃった、だよ、そういうわけで、そんなこと言うんだったらこうなんてのはちょっと面白くなりそうなんだけどな、もう一周我慢してみようかね、はい、そんなこと言うんだったらコーナーは郵便番号100万東京都中山有楽町日本ソビート時のオンライト日本までお聞きください。愛しの老人、松尾清則愛しの老人。さあ次はマヌケなものコーナー。マヌケだって言えばこの間のテレビでね、不動産売ってたけどすごいとこだったね、俺ねひっくるけて笑っちゃったのね、さあ今日は荒川沖ですって、なんだその駅と思った、荒川沖ってなってね、上野から急行で55分、荒川沖駅降りてからバスで30分、すごいな、すごいぞ、お特別に安いって言ったね、ほいでね、バスで30分 で上野から特急で55分行ってから駅からバスで30分行くんだよ、そこにこれあるよ、ご覧ください、のどかな雰囲気で当たり前だって、のどかな恵まれた環境、環境だらけだ2年後には野球場がそばにできますって、ね、野球場グランドができたってしょうがない、ほいでね、それで あのお値段は150万円から150万どんなとこなんだろう、すごいとこ、はい、で商店街までは車で行くと便利ですあれじゃん、死んじゃうまでだなすごいとこ、今ならお得、150万円と違う、頭金20万円だって、20万円で言ってんだよ、そういうとこ、そこに買っちゃったらしょうがねえだろうと思って、俺思わずにシャレで買ってみようかなと思ったね、500万円ぐらい、500万ばかし、なんかの時便利かと思ってね、行ったらないだろうな、もう訳の分かんないの住み着いちゃって、すごいとこだったね、そういうとこあるんだね、荒川沖ってとこだよ、だけど駅の名前が、あ、その駅の駅名なのそれ、荒川沖、近くに荒川流れてるらしいんだ、荒川の源流が、だからよく飲めるんじゃねえか、あの辺はもうまた綺麗だって飲める、キャンプもできるんだね、何これ、マヌケコーナー小泉節子、またなのをリスナー小泉、何それリスナー、何がリスナーね、てめえにナーなんかつけてやる、リスナーの大阪方面のリスナーは何リスナーね、でもあのテレビでマヌケだってまださ、あの今日から始まりました、あの今日から始まりましたクイズなんとか、今日もあの、会場にはこれだけのお客さんが集まってますね、今日から始まったらなんで客が集まってんだって言ってバカつらしてる女の子やなんかいいじゃんって学生の仕出しみたいな、でみんなで声かけてくれなんて、せーの行こうなんて師匠なんて声かけてないんじゃない、ディレクターに言われてえいえいおおやあれやだね、うん、あともっと間抜けなのがさ、あのびっくり日本新記録でさ、やるぞーなんて飛び上がってるやついいんじゃんかって優勝したとこ飛び上がってた記録それはなんて出てくるの、なんだあれヘルメットかぶって飛び上がってるかって、やったーなんて、今日は家族の方も見てますねなんて、頑張ってーなんて、あれなんだろうねあれや、よくわかんねえなあれ